松明を使ったんだろう。もう知ってるよ。あれは卑怯者がすることだ。足立様は太刀を抜く暇もなく亡くなったんだ。藩は誠の勇士に立ち向かうのが怖かったのさ。それはどうかな。奴は斧一本で10人以上のお侍を殺した。元よりこちらに勝ち目はなかった。だからなんだ、あん一人じゃ何もできんぞ。それが猛虎兵も等しく強いんだよ。お主が五郎か。だったらどうだったんだい。そういうあんたは。酒井と申す。なに、侍はみんな死んだろう。生きているか確かめるか。だがその前に聞くんだ。志村殿から借りを返せと言づかった。志村様が何をしろって。本土まで下踏みを届けろ。ああ、そいつは高くつきますよ。まして猛虎が海を封じてるんだ。借りがあるのだろう。これで返せ。やるしかねえってことか。駒田浜の戦で志村様と一緒に借りも消えたと思ったんだ。だから飲んでたんだよ。祝い酒ということか。弔い酒だ。俺らなんかを守るために大勢が死んだんだからな。だろ。島の民すべてを守ると誓った。お主もその一人だ。俺みたいな役立たずを守って死んじまうとはね。お主が誠の役立たずなら志村殿は頼みにせん。俺んちはここだ。入りな。猛虎の囲みはやすやすと抜けられねえだろうな。文はあんたが持ってるのか。ご当人だ。赤島の海岸にいらっしゃる。なんとかしてみるか。水戸岳砦の近くに船を隠してある。この地図に目印を書いた。そこで落ち合おう。金を返すまでこっから動かねえぞ。まずい。俺が出てやろう。お主は行け。おお、そりゃ助かる。では赤島で。酒井様。ゴロ、いつまで隠れる気だ。中にいるんだろ。今すぐに出てこい。出てくるまで動かんぞ。浪人が何用だ。あ、これはこれは、なぜ五郎の家なんかに。なんだと。いや、出直します。
侍様、お助けください。どうした？娘が何日も家に帰ってこないのです。逃げたのではないか？そんな子なものですか？探してください。母もそなたのように俺を守ろうと必死だったな。この辛さ分かるでしょう？最後に見た場所は道場です。私が先に帰ってあの子も戻るはずが、そのまま行方知れずに。探してみよう。クメを見た者がおるはずだ。道場に犬が忍び込んだぞ。クメという娘を探しておる。女、男、鶏、何でも揃ってる。銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。しれものめ。さあ、うちの道具を見ていってください。足を鍛えて差し上げましょうか。またいつでもお越しください。ケンジ、何をしておる？貴様、祈りが通じました。どうせまた揉め事であろう。申し開いてみろ。実は俗に金を借りたんです、肉屋のゴンに。返せばよかろう。返します、返します。でもおかしなところで落ち合うことになっちまって、足の喉をかっきる気なんですよ。こたびは何をしでかしたのだ？酒と薬をちょこっとだけ高く売って、その金で伊豆原から人を逃がしただけなんですけどね。気づかれました？人助けはせめんが、やり方を変えろ。足は本当にバカだ。俺に尻拭いをしろということか？もしゴンが襲いかかってきた時のために見張っててくれるだけでいいんです。下手に出てきてもらっちゃ足が恨まれちゃいますから。お前も考えたようだな。こたびは
手を貸そう。ありがたや。俗に返す金は持ってきたのか。もちろんですよ。ゴンはこの近くの橋で待っております。案内を。揉め事は毎度のことですが、体がブルッと震えてきました。震えを収めたいか。嘘をつかないことだな。最初の嘘は咎められなかったもんですから。何度ゴンを騙したのだ。3度。堅実な商いをしろ。それも命がけですよ。最初の品は坊主んとこの酒でしたし。まさか盗んだというのか。もし捕まっても多めに見てくれそうでしょ。知恵を絞ったのだな。そうでしょ。だけどあいつら僧兵でして、太刀や薙刀を持ち出してきっとまだ探してますよ。世話しない男だ。そうなんですよ。厄介に巻き込まれてばかりで。身から出た錆というものだ。帰り見るべきだな。あの橋で落ち合います。歩きましょう。橋へ行け。俺はゴンが見える場所を探す。ではもしもの時のための合言葉を。これどうです。お元気で何より。好きにしろ。賢治を守らねば。ゴーン、なんでまたこんな偏僻なところに。ここなら俺が丸腰だとよくわかるぞ。まあ、疑うことか。もちろんここにも。まったく、どうしてこんなことになったのか。足元さ。現地を手伝いしても数が多すぎる。助けて。酒井様、早く助けに来てください。何をのんびりして。